皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の数学ミニ、連立方程式の3回目ですね。今回は加減法の2回目になります。前回やった加減法、これは2つの方程式、ね、並べると x または y の係数の絶対値が揃っている場合、ね、こういう場合の解き方を学習しました。今回は2種類の文字の係数の絶対値がどちらも異なっている、ね、違う数字になっている、こういう場合 でどちらか一方の式を何倍かしたら、ね、係数の絶対値が揃うと、こういう場合について2つの連立方程式を使って説明していきます。まず括弧1番 3x-2y は13、これを丸1とします。4x+y は10、これ丸2ですね。この場合も前回と同じようにそれぞれの文字の係数、これを見ていきますね。 x の係数は丸1では 3x ですから3です。で y の係数は -2y となるので -2 ですね。丸2番、 x の係数は 4x なので 4、 y の係数はここプラス y となっているので1です。で x 同士 y 同士の係数を比べます。 x の係数は3と4ですね。どちらかの数字を何倍かしたらもう一方の数字になると、絶対値が揃うって、こういうことは3と4ではないですよね。 y の係数を見るとマイナス2と1ですね。2番の式の y の係数1なので、これを2倍したら2になってマイナス2と2、このように絶対値が揃います。ですから丸2の式を2倍します、ね、丸2の式を2倍して y の係数の絶対値を揃えます。丸2の式2倍すると 8x+2y は20となります。この時ね、時々いるんですけれど、片方だけ2倍してもう片方を2倍するの忘れちゃうと、こういうことがないように全て2倍してください。これを丸2のダッシュとします。係数を見ると1の方は y の係数-2、丸2ダッシュは y の係数2ですね。符号が異符号ですね。負の数と正の数ですから、こういう場合は2つの式を足し算してその文字を消していきました。ここでは丸1+丸2のダッシュ、または教科書では丸1+丸2×2なんて、こんなような書き方をしているかもしれません。丸1は 3x-2y は13、丸2ダッシュは 8x+2y は20と、こうなりますよね。2つの式を足し算しますと 11x は33と、ちょっとね下見にくいので上に行きます。両辺を11で割ると x=3 となりますね。この x=3 を丸1か丸2、どちらの式でもいいですから代入してください。答えはどちらを使っても同じになりますから、ここでは丸2に代入しますね。丸2に代入します。そうすると 4×3 なので 12+y は10、移行します。 y=10−12、 y=-2 となりました。 x が 3y=-2 というのはこの方程式の答えなので、答えは x=3y=-2 と、このようになります。答えの書き方は、ね、x=3y=-2 と、こういう書き方もありますけれど、この答えの書き方の部分は学校の先生に合わせてください。では括弧2に移ります。
括弧2番です。丸1の式は 2x-3y は8、丸2の式は 4x+2y は -16 と、こういう方程式ですね。前回と同じようにそれぞれの文字の係数、これを見ます。丸 1x の係数は 2x なので 2y の係数は -3y なので -3 と、丸2は x の係数 4x なので 4、y の係数は 2y なので2、こうなりますよね。比べてみましょう、ね、x の係数2と4、 y の係数は -3 と2、 x の係数が2と4なので丸1の式、これを2倍したら x の係数が4になって揃いますよね。ですからここでは丸1の式を2倍にしてx の係数を揃えて x を消します。まずじゃあ丸1かける2をするとね、4x-6y イコール8に16、こうなりますよね。これを丸1ダッシュにしましょうと、 x の係数が4、丸2でも4と、同符号になります。同符号の場合、この場合は引き算をしてその文字を消しますよね。ですから丸1ダッシュ引く丸2という、こういう計算をします。 4x-6y イコール16、2番の式は 4x+2y イコール -16、こうなって引き算をすると 4x-4x で x が消えました。で -6y 引く 2y になるので -8y イコール32となって、両辺を -8 で割ると y イコール -4 になります。で y は -4 というのが答えになりますよね。でこれを丸1か丸2に入れるんですけど、ここでは丸2へ代入します。 y イコールマイナス4を丸2へ代入、これを計算すると 4x2 かけるマイナス4という計算をするので、-8 イコールマイナス16になりますよね。で移行します。4x イコールマイナス16足す8、 4x はマイナス8、両辺を4で割ると x イコールマイナス2、こうなるので、この方程式の解は x イコールマイナス2、 y イコールマイナス4と、こうなります。書き方は、先ほども言ったように横の書き方だったら x イコールマイナス2、 y イコールマイナス4とこう書くので、どちらの書き方かは学校の先生に合わせてください。今回は加減法の2回目で、どちらかを何倍する、こういう方法で係数の絶対値を揃えて解を求めると、こういう解き方の説明をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。